こんばんは。スイッチって何？こんばんは。ラブレターありがとう。それだ。その場で走りながら回るやつだ。メールのめっちゃ笑ったやつ。変なこと進めないでください。本当にココハが急にさ、その場で走りながら回るとなんか面白いよとか言って3人で回ってたの。でその回ってる中で鬼ごっこしてたの。マジ変だよね。まあまあ、リッパありがとう。弟さんは何のバイトでしょうか。何ですか本人って。リッパありがとう。配信ありがとう。ゆうちゃんの配信が生きる希望になって、え、嬉しい。生きる希望ですか。私ホイップクリーム俺も好きだと思う。食べる、え、美味しいよねホイップクリームって。川村画伯、ご伯と応援の愛、なんでですか。なんだですか。リップありがとう。リップありがとう。アイス食べる。アイス美味しいよね。やっぱアイスっていいんですよね。毎日飽きても、あ、毎日食べても飽きない。リップありがとう。ラブレターありがとう。え、待って、ココハちゃんおる。この人知ってます。いわこの人とか言って、この方知ってます。私ご存知してます。あなた様のことココハちゃんからよく聞きます。ココハちゃんからよく聞きます。知ってます。ご存知してます。もういないかな。ハタありがとう。こんばんは。え、オレンジ緑って誰。オレンジ緑、まあまあ、リップありがとう。あ、応募しました。リップありがとう。そう、明日歌唱力です。皆様、明日歌唱力です。え、見た見た、劇場で買ってくれたんだよね。サイリウムありがとうね。マジで嬉しい。ユアのサイリウムを買ってくれたなんて。リップありがとう。こんばんは。口紅ありがとう。リップありがとう。思い出しさせてくれました。ほらありがとう。その話はニャン配信始まる直前までそれじゃないって話してたというこの状況。やば、いやココハの配信とか見てなかったけど、普通にご飯食べて配信しようと思ってしてたら繋がってたんですね。めっちゃ楽しいよ。超強烈に強めですか。猛烈。こんばんは。メール見てた。兄さんに挟んでますね。やば、質問したの死ぬ。リップありがとう。ハートありがとう。レインボーサイリウムありがとう。かゆい。こんばんは。リップありがとう。走りながら回るって聞いたハムスター。ハムスターね、おばあちゃん家飼ってたな。でユアン家で唯一飼ったことある動物、金魚ですね。サイリウムありがとう。当選させていただき、え、当たった。え、さつきちゃんの、さつきちゃんの生誕当たったってこと。サイリウムありがとう。レインボーサイリウムありがとう。リップありがとう。ハートリップありがとう。新たに見つけてし、新たみ、え、いや、ごじってた。ウェルカムコメント、あ、違う、固定コメント、ごじってる。もしかして声外れましたか。まあまあまあ、6もありますよ。ラブレッドありがとう。あ、みんな X 見てね。 X 見てね。
歌唱力の時間告知のポストめっちゃ可愛すぎてやばえでしょ。じゃああれをね、あの幕張ありがとうございましたの時にあげようと思ってたの。もうね、いやめっちゃ迷って、なんか全部漏れてるから、あのすごい迷ってたの写真を。だからちょっと歌唱力でやってやりました。ラブレターありがとう。こんばんは。どういうこと。まあ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 、そういうことです。バラありがとう。生クリーム美味しい。生クリームのパンはローソンが、え、そうなんだ。なんかユアはね、どっかのパン屋さんのね、あの生クリームとカスタードが入ってるパンがあって、めっちゃ美味しいんですよそれ。雨バレる？雨？監視です。ハートありがとう。共有大事。このよりんってハートありがとう。ラブレター、ハートありがとう。まあ、なんで知ってるかは、握手会、トーク会、ツーショット会、来てください。情報共有すごいね。ラブレターありがとう。だから、なんか情報共有するから、この人もともと、ユア、単推しだったのに、とか、もともと、この子の方、この子推してたのに、そっち行ったんだ、みたいな。ハートもありがとう。ラブレターありがとう。さつきちのセダさん当たったの？さつきちのサイリウム掘ったね。まあまあ。え、ごじってたんだずっと。やば。え、日曜日当たった？おめでとう！やば。おめでとうじゃん。日曜日か。にって。ん？にって木曜日？ん？日曜日か。やば。おめでとうすぎる。おめでとうすぎる。録画してくれたの？ありがとう。日曜日外れてね。見た見た。なんかさ、全然見ない。6は6。サムネちゃってありがとう。平日はこう、あ、そっかそっかそっか。そっかそっか。こんばんは。ありがとう。頑張るね。そう、いよいよ明日。ありがとう。これ寝て会わなくて。泣いてる？まあね。そうよね。6って何曜日？ 6 日当ててピアム。そうだよ。ピアム振るんだよ。絶対。こんばんは。リップありがとう。お、仕入れ完了してくれたんですか？ありがとう。ありがとう。まあまあ、今には配信しないよって言って終わった瞬間に始まったから。そうなの？そうなの？ちょっと夜ご飯食べてました。夜ご飯できるまで配信しようかと思ったけど、うん、当日トレード厳しいけど狙い、あと トレードしてくれるの？トレード狙ってくれるの？こんばんは。指ハートリップありがとう。お、2日当選したの？おめでとう。なんかいつもいるイメージ。2日外れた。30日から4日連続公演なら、あら、な、今まで当たってたのにね。こんばんは。え、うん、5時だった。え、初めて知った。妖怪ウォッチしてください。まあそうだよね、みんな。こんばんは。さつきちがさっきゆあちゃんはいつも褒めてくれて優しい。え、嬉しい。さつきちかわいい。さつきちかわいいって言ってる、よく。嬉しい。見たよ返信。ハートありがとう。なんかポスト見逃してる気がする。あとです。え、してください。あのゆあがあげた時刻ミスったなって思って、そう、夜にあげればよかったって思って。5時もありかな。あ、ほんと？じゃあいいか。 X の写真も可愛かった。で、ほんと？そう、漏れてるでしょ。生で見てからさらにゆあにゃんが気になる。え、嬉しい。もういいや、覚えたから。認知認知。初褒めありがとう。確かに立ち見全然ありえるよね。いや、漏れてた。まあ事故がもありますけど。
ニャンニャン行くしかなかまあでもね、名前知ってるだけだから、あのもし会いに来てくれたら、名前言ってくれたらわかります。顔はまだわからないけど。4日？本当？笹島？あー30日のやつか。そう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 、制服の破壊力良かった？そう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 、そうなのよ。雨ね、風のがやばかったかも。ギクどういう会話してんのか。いやいやいや、そんな悪いこととかしたことない。普通にいいこと、いいことです、とても。推し編情報はよく飛び交ってます。ヤーバスわ、ヤーバスとか言ってる。ココミニアン、ヤーバスとか。共有してます。かわいい、ありがとう。ね、なんでさ、ニジさん知ってんだろうね。まあまあ、え、そうなんだ。全部言ってるからいい。確かに、こんばんは。広がるよ、ラブレターありがとう。え、雨ね、本当に。情報共有でし、目そこ投げそぼれた。いや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 、当たりますかね、トレード。日曜日外れたのにツーショット帰りまで会えない。トレは投げる。え、トレ投げてくれるの？まあでもね、ツーショット、まあでもそっか、ツーショットまであと2週間とかか。木曜日か。部屋の中風吹いてますか？扇風機ですね。今日部屋、あのさ、家帰ってきたらめちゃめちゃ蒸し暑くてさ、15、16、22、23の件、えやった、もうフルコンボやん。フルコンボだどん。ラブレターありがとう。あ、しりとりはちょっと続いてないです。なんだっけ、なんだったっけ、何で始めたっけ。鬼滅の刃最高、うどんの汁止まってる気がする。だからルーから始めますね。そう、ニャンニャン倒しだから他の12期メンバーはあやのこと知らんから共有できる。え、なんで？かきれな言ってるじゃん。たきりかきれな、6日劇場のすぐ近くで飲み会。あら、飲み会、大事な飲み会なのかにゃ。あ、そうなの？悪魔の誕生日なの6月6って。こんばんは。6日も当ててピアノ振る。お、振ってくれるんですか？あれだよ、あの、ユアがトップバッターじゃなくて SKE がトップバッターだから、その SKE の中の順番はまだわからないよ。今日も来ちゃいました。ユアのことハマってますね。ハマってますね。お、当たったの3日。うん、全然気づいてなかった。ありがとう、コメントしてくれ、ありがとうね、リッパーありがとう。名前言わなくても秒でバレる。え、本当に？でもいや、顔は見たことないよ。顔は見たことないからさ、ゆあちゃんには、え、来るべきだよ。ゆあがたくさん褒めまーす。ラブレターありがとう。え、思った、それね。
歌舞伎の人とかのがしっくりくるよね。ラブアイレター、ありがとう。ムサダキの握手の時しれっと名前、え、そうだよ、聞こえてた、まあ、しれっと呼ぶから私は。そんなに会ってないの、名前バレててびっくり。いやいやいや、もう覚えてるからいいや。前の初めて会った時から覚えてるよ。さつきちかわいいあげーみたいなの、いや違うよ、真剣に真剣に思ってます。まあまあ、そうなんですよ、6月30、かわいい、ありがとう。そう、みゆまるさんも配信中。そうです、お支援なんですら、いやしないよね、しないってこと知ってるよ。リップありがとう。ねえ、野島さん、うん、お支援情報が飛ぶから。そうだよ、やちゃんの、なんか、まあまあ、あの、わかんない、あのマジで、でもあのだいぶね、初期その歌う曲決まってから練習しはしてるん、してる、もう全部録音してたのね、歌声を。でももうその最初らへんのやつと一番最後のやつ、歌全然歌い方違いすぎて、こんな成長するんだと思って。こんばんは、リップありがとう。こんばんは、かわいい、どうぞ、ありがとう。まあ、お疲れ、ありがとう。I love you, くまちゃん、ありがとう。カラムーチョ派なんで、ユアニャンとおやつ分け合うことはできません。え、カラムーチョ派、いや、ちなみにカラムーチョ食べたことない。いつもスッパムーチョにね、とらわれてしまう。え、見たよ、ハッシュタグ。ね、まあ、しゃあないね。うん、しゃあない。しゃあない、しゃあない。こんばんは。いや、いいよ。あの、もう、しりとりは最終手段だから。もうネタ、話すネタなくなった時の最終手段だから。こんばんは、自主練の時の面白い出来事は、ちょっと簡単に言うと、あの、走り回りながら走ってて、まあ、自転ですね、自転しながら、自転しながら、自分が自転しながら走り回ってたので、でその中プラス鬼ごっこしてました。あ、そっか、顔はバレてないのか。あ、そう、そういうこと、ごめんね、なんかトップバッターとか言っちゃって、ごめんね、ほら、ありがとう。ごめんね、いや、トップバッターじゃない。扇風機つけたまま外出してて帰ってきてびっくり。え、マジ？でも今もよく部屋の電気つけっぱなしで行っちゃう。聞いてるよーん。今は男女呼ぶかな。あとタワーか。男女とタワーで呼びます。SK の中の順番は SK2E 研究室だって、みんな。だからトップバッターじゃないですね、私。まあ、顔見たことないか、綺麗な、初めて行ってバレた話。え、バレたの？なになに、なになになに、やば、そんなに、え、なんでだろうね、なんか、何、名札でもつけてる。そうだよ、解禁解禁、初訪問ありがとう。やば、初訪問すごい、ここいいよ、全然いいよ。え、可愛さもしてるかな。最近本当に食べすぎてやばい。アイレーターありがとう。くれないはなかったですね。ハートありがとう。録音してるって言ってたね。いつか我々が聞ける機会はないです。絶対に聞かせたくないですね。初期の音声は絶対に聞かせたくないですね。下手すぎて、本当に。こんばんは。どうもありがとう。
推し編は推し編ですよ。18歳のゆあさん、まだまだ成長きそうですね。ボイトレもカラオケも頑張ってたもんね。成果出ます。ありがとう。そうなんだよね、本当に頑張ってた。成長できて、それだけでもエントリーした意味、そう、もう本当にエントリーしてなかったら歌うまくなってないと思うから。らしいね。いいなぁ、いいなぁ。最近は配信で歌ってくれないけど、まあ確かに。いやでもそう、歌はなんか歌唱力終わってから歌った方がいいかなと思ってて、だからやってないけど。ポテチのフレンチサラダはね、あんまなんだよね。ママがすごい好き。ママ絵で説明して。いや無理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 。そう、自転、そう、そっちの自転ね。自転しながら、自転しながら回ってたから。わかる、この地球の原理。こうやってお茶ありがとう。目がかゆい、本当に。帽子かぶってるの、パンダの。そんなん言ったらもう一人しかいないよね。絶対わかるじゃん、それ。何？ゆねんさんが夕方にゆあにゃんから、ゆあにゃんからポテチ配信で食べてて、ポテチ配信で食べてて、ん？どういうこと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 ？星になっている。ああ、はい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 、ゆあがゆねさんにプレゼントした堅揚げポテチを食べてたってことね。うんうん、で感動してた。感謝してたか。そうなんですよ、ゆねさん堅揚げポテトが一番好きらしくて、でいやそれ知らなかったんですけど、プレゼントして、お菓子で思い出した。なんかね、いやココミンって誕生日12月じゃん。でココミンのね、ココミンの誕生日にあのお菓子をあげたんですよね。でそのまあ、12月なん、そのなんかなんていうの、大体あげたお菓子ってさ1週間以内にはなくなると思うじゃん。そしたらなんか今食べててで、しかも賞味期限切れてるんだって。やばくない？なんかゆあがあげた時は普通にね、ちゃんとその12月にあのココミの誕生日の前日に買ったやつだよ、ちゃんと。でその12月にあげたけど、ココミがあのなんか鑑賞用で撮ってたらしくて、でそれを今食べて賞味期限切れてたらしい。やばくない？お菓子食べるの遅うと思って、いやお菓子もらったらすぐ食べちゃうからさ、写真にだけ残してすぐ食べちゃう。わかんない、だから最初そんな食べてないから嫌いなお菓子だったかなと思ったけど、鑑賞用だったらしい。よかった、嫌いなお菓子かと思ってさ。食べては反省するを繰り返し、いや本当にそう、本当にそう。マジ、いや顔めっちゃお肉つくからさ、なんか体はさ全然つかないのね、食べてもどんだけ食べてもつかないのに顔にだけつくから最悪だよね。ラブレターありがとう。メールの内容、話題が豊富すぎて理解しながら読むのにめっちゃ時間かかる、嬉しい。いやごめんね、ちょ、そもそもあのゆあの語彙力がないだけ、絶対に何が言いたいかわからん。多分そのマネージャーさんも何書いてんだと思ってると思う。ララポートでゴループした時か、キレナと一緒だったか、それで覚える。どうなんだろうね。その時レナにハマってたっけ。頑張ってください、ありがとう。リップありがとう。
満を持して歌唱力の成長を披露するってことね。期待し、いやいや違います、違います。さつきさんがゆあちゃん優しいお姉さん、うわ嬉しい、もうねもう天使ですね。はい、あの可愛いね、もうこれがあのちっちゃい子は嘘つかないので、はい、こういうことです。ありがとう、楽しみ。でも今はね、みんなもみんなの歌声も楽しみなんだよね。地球です。間違えてミュートしちゃった。ほこりついてんだけど、ここ。いやいや、土曜日の幕張ありがとう、ひたすら大好きってなったし、あえてハッピーだって、ありがとう。いやこちらこそだよ本当に、うん、ありがとうね、幕張まで松葉杖持って本当に本当にね、もうかわいすぎ、かわいすぎ。かけないようには終わったから来たのだって、かけないようには終わったから来た、ん、どういうこと、終わった、こまにゃ、ゆあにゃんの握手券追加して、え、嬉しい、追加してくれたの、追加したよっていうのを大声で言いましたけど、今私やったね、払いぼっち食べた、え、遠くから来てくれるって嬉しい、やった、イエーイイエーイ、ね、餌付けしてないですよ別に、やばい、曲がりで、え、そう、なるちゃんさん会えました、私、イエーイ、ゆねさんはもうね本当にお菓子、ゆあにゃんからもらった、急に言ってた、急に言ってたんですか、え、兄さんおすすめですね、売ってなくても、あのね、なんか300円、コンビニで300円ぐらいなんだけど、あ、なんか ブリューレアイスみたいな、わかるかな、なんかねモーみたいな箱みたいなやつなんだけど、それでブリューレみたいなやつ、わかるかな、多分見たらわかると思うんだよね、多分見たことあるって感じのアイスだと思うんだけど、わかる？わかります？かな？本当にやばいよね、シャウケン切れてるの。本当に。え、そう、ユアも長めつすると思ってたんだけど、なんかね、そのシャウケン切れてたやつグミなんだけど、なんかね、その12月、2023年の12月に買ったグミが、2024年の4月だったの。賞味期限が。だから、言うて持たないんだと思って。まあ、ゆうてんのままめは内容が豊富なので楽しい、本当なんか思いついた時にすごい書いてるだけなんですけど、そう、鑑賞用とか言ってたけど、ココミヤーバスですね、え、よかった、そういうこと、え、マジ、お菓子嫌いだったかなと思ったけど、そんなことなかった、鑑賞でした。リップありがとう、トートありがとう、そう、食べる用とプレゼント、鑑賞用と食べる用確かに可愛い、ありがとう、そうだよ、どちらかってるよ、メールは、ゆあちゃん顔シュッとしてるけどね、フェイスライン、いや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 、ここだけだよ、 こっちすごいもん。誰もありがとう、子供は素直、そうそう、子供は素直なので、お茶ありがとう、いや、さつけちゃん面白いエピソードあるけど、あるけど言わないよあるけど言わないけど、あ、え、なんだっけ、あ、言葉がむずいな、あの、え、なんだっけな、え、なんだ、なんか面白く伝えれない、まあ、あるんですよ、今のとこ2つあるんですけど、にゃんこのこと、何？星なんだけど、こんばんは、さつきちもゆあにゃん SS とか言い出す、いや、言い出しますよ、言い出しますよ、うんうんうん、まあ、みやびちゃんにはギャルって言われるんですけどね、
どういうこと？何が何が？こんばんは。ラブレターありがとう。あ、河村ゆあって書いた紙届きますか？イエーイ。みゆちゃん嘘つくようになったからちびっこもそのいや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 、こんばんは。再追加したいけど車の税金、いや分かる、車の税金ね、そうだよね、こんばんは。固定資産税金ね、そうそう、四角の箱に入ったやつ。業務スーパーに 1kg ホイップクリーム200、え、安っ。え、業務スーパー行きたいんだよね今。そうそう、にじちゃん勧められてるでしょ多分。はじめまして、2度目の方もありがとう。ユニア今日も可愛いですか？イエーイ、おやすみなさい。こうやってどんどん釣れる。いや別に釣ってないよ、釣ってない。うーん、あ、いじりすぎた。え、全然いいよ、全然いじってください。いや、もういじり返すんで。別にアイドルから、アイドルからもらったお菓子は食べず。え、やっぱそっか、そう、それはそう。いや、もうみゆまるさんからお菓子もらったら多分食べないと思う。ごめん。え、数回読み込んで理解して、ごめんね、なんか難しくて。ごめんね。にゃにゃなんて清楚が服着て歩いてる。そうだよ、よくお分かりで。そうだよ、もう清楚代表なんで。初音もありがとう。ハートリンボスターありがとう。ユニアン小顔だし本当に可愛いよ、羨ましいんだから自信持ってね。嬉しい、そんな自己肯定感上げてくれること言ってくれるんですか。私思わないんだよね自分では。レインボーさんありがとう。勝手に、いや、ユニアンは十分ギャル、12期の中で一番ギャル。いや違います、違います、違います、違います。そうだよ、隠れカメラいいよ。じゃじゃーん、あ、見えてなかった、ちょっと待って。じゃじゃーん、隠れカメラ。隠れちゃう、もうね、ここ魔法陣みたいな感じになってるんで。お疲れ様です。ユニアン可愛すぎて納税して初めて言われたわ、そんなの。初めて言われたわ。そうだよね、世の中税金ですからね。マーブル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 チョコレート、まあまあ、ありがとう。え、見た見た、あれ天使の衣装じゃなくて妖精さんらしいよ。いや、もう間違えた。冷凍エプグリーム美味しいんかな、いじり返しますよ。リップありがとう。釣られずとも次挨拶しに行くよ。え、え、そうなの。そうなの、やば、おもろ、マジ。ニャンニャンニャンってギャルが服着て、いや、それ違います、それは違います。待って、え、8億6000倍可愛かった、だってどの計算ですか、その8億6000倍は。清楚愛知代表、ありがとうございます。あの、この度清楚愛知代表に選ばれました。ちょい今さだけど清楚ポイント、いやいやいや、もうこれですよ、これこれ、隠れカメラ増えてますよ、よくお気づきで。めちゃ可愛い、ありがとう。アイレットありがとう。ユアニャンもココミン、ユアニャンもココミンにもハキレナも多分清楚だから押さなきゃ。いやいやいや、押さなきゃじゃないよ、ユアだけだよ清楚。河村増えました。12年くらい前のチョコまだ持ってる、イベントで5期生研究生たちから手渡し。うわ、やっぱ分かる、残すよね。ユアもなんか残ってた気がするんだよな。魔法陣です。え、バレンタインで初めてもらったチョコレート食べずにずっと待ってた。いや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 、バレンタインって手作りでしょ、
めっちゃ増えましたよ。地道に増やしてます。なんか増えバレた。増えてます。ラブレターありがとう。私も自分では自信持てない人間だから、ゆあにゃんの気持ちもよくわかる。自己肯定感高め合おう。ドーム、嬉しい。そうだよね、やっぱり意思疎通してると思うんで、これは同盟ですね。同盟です。いや、しないでください。納税って言い方やだけどね。隠れカメラで絶対ドラえもん、そうで、ドラえもんリスペクトなんでね。リップありがとう。ラブレターありがとう。京都の洋菓子メーカーのリップ、その行数のやつ。アイレターありがとう。初見さんありがとう。こんにちは。アイレターありがとう。ギャルを秒で否定するやつが、いや否定しますよ、もう清楚なんで。ずっと隠れてる。そうだよ、めっちゃギャルだったと言いたいけど、実際のこのセンスの時、イエーイ、センスでーす。嫌味をそれこだ決まった。めっちゃ来た。うん、決まったよ。あ、まだ買ってはないんだけど決まってる。着な。でもあと、ちなみにあと2部しかないからね、早くあの剣をゲットしないといけなくなっちゃうよ。弱みお揃いコーデの日、最終日なんでね。そうだよ、ギャルは受け悪いから。ポストしてくれるの、いくつに。賞味期限絶対切れてるよね。そうそうそう、そうなんだよね。いやいやとの写真なんか撮ったっけ、レナと。ナッツライブっていうお料理ライブで締めの顔のプリントクッキー。あー、プリントクッキー、確かにプリントクッキーはね、残すかも。まあまあ、ちょっとどころじゃない、めっちゃ増えてる。そんな増えてるか。いやいやいや、もともとこんぐらいあったよ絶対。レインボーさんにもありがた。リップだるまありがた。普段は自己肯定感高いけど、ひやちゃんの前だけはチキンになります。いやね、緊張してるの伝わるよ。下車大事です。ちょっとアンケート出すの忘れてたって。ダメですね、それ。ダメですね。初もありがとう。初見さん、ありがとう。ニャニャンでーす。隠れカメラで誇張さん風だ。隠れカメラ。ちょっとむずいですね。最近、あの、なんか、鬼滅の鬼役の声モノマネで、洋楽を歌ってみたみたいなやつ見るのハマってるんですけど、めっちゃかっこいいですね。まあ、やはり私は鬼ドーマが好きなので、ドーマが好きなんで、ドーマの声がめっちゃね、いいんですよね。まあ、その次は黒脂肪なんですけども、いいですね声が。まあ、赤座もいいんだけど。マジでギャルじゃないよ。そうだよー。ギャル清楚、清楚ギャル。こんばんは。ひやちゃん自己肯定感を高めたいになりたい。いや、なってるよ、めっちゃなってるよ。嫌なこと褒めてくれるやん、めちゃめちゃに。いや違います、ギャルじゃなくて明るいんだけです、性格。なんだって。もう一つ何ですか。もう一つ、清楚の人が清楚ですをしました。いやいやいや、じゃあどうやって清楚を表すんですか。私どうやってお姉さんだよね。そうそうそう、もういや、18歳のお姉さんなんで。どういうこと、なんでココハと疎遠なんですか。どういうこと。初見です。ありがとう。初もありがとう。こんばんは。ユアートで撮ってきてた。
ゆあとデートって来てた。あーレナね、はい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 、それね。みゆちゃんレーンからゆあにゃん、いや逆ならいいよ、ゆあにゃんレーンからみゆちゃん見るのはいいけど、うんうんうん増えてます。それではかわいい、ありがとう。配信聞きしてここにとどまる、え、とどまってくれるの逆に、イエーイ、さすがココハファン。え、ルカさんのあの見たんですけど今日いい公演、あのめっちゃかっこよかった、もろいのとこ、もうそこでハッってなった何配信なんですか、流れ星ありがとう。そうだ、 YouTube しかないんだよもう完売したので、あの嬉しいことに、いやキャラ編じゃない、もともとセンスです、悲しい破壊札らしい。え、確かにコアラの町は食べれないね、いや冷凍保存ですよ、もう冷凍保存です。赤座いいよな、性格が好き赤座。今日ゆあちゃんみたいなスクバの JK 行った、名前も側面に大きい、え、でしょ、だから世の中の JK はあれなんですよ皆様、まあ、ゆあも名前書いてるんですけども、なんかね、あの高校の名前書いてる人とかいるね、条件123と強い方、え、強い、やっぱり敵キャラ好きなんですよ私あの悪い人が好きみたいな、敵キャラが好きなんですよね、なんかここが痛いんでちょっと叩いてます。清楚な喋り方、え、みんなどうしたの、え、そうだよサイコロステーキ先輩、わかる、めっちゃわかるよサイコロステーキ先輩、めっちゃわかるよとか言って適当なこと言ってるけど、カオルくんは、あ、カオルくんはあのニャンコ大戦争の顔面の敵しか知らないです。そろそろ個別注文するしてください、真面目キャラに転向しよう、いや無理だと思います、セットみたいなもんじゃん最終日ね、まあねそうなんですよ、あのゆあみゆなので、はい、だよね、てんちゃんは最初から清楚なんで、はいいやそれ無屋敷のカラスやばいよね、物騒ですよこんな夜に窓を開けておいてはみたいな、追加した件明日届くのにもう少し追加したね、やば、もう岩の虜じゃん、今朝の人は何も言わなくても、いやいやいや、じゃあみんながギャルって言うから清楚ですっていう否定をしているわけですよ、わかりやすく、わさりやすく。初音ありがとう、握手会で見た時は清楚可愛いと思ったよ、でも話したらギャルあのね、多分真顔なら清楚なんですよね、真顔でいきます。え、でもちょっと待って、小さい声で喋れば多分清楚なんですよ、ちょ小さい声でいきますね、かわいい、ありがとう、あ、そういうことか、トーク会完売だから隣から言うように、あ、そういうことね、確かに、まあそれはあり、それはありだよ、ちょ小さい声、この間そのパターンだったね、てんちゃんレーンからみゆはなちゃん見えたね、え、そう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 、そうなんですよ、やばいよね、おーってなるよね、もうルカさんのね踊り方めっちゃ好きなんだよね、いやアンパンマンよりバイキンマンハットで、そういうことです、はい、コキンちゃんが好きです、ひやちゃんは清掃お嬢様、幕張の衣装でさらに確信になった、うわ嬉しい、確信ですか、もう確信ついてくれたんですね、もう確信お嬢様ってことですね、はい、うん、ルカさん本当にすごいと思う、愛知の JK だけ、いや
ハートありがとう。オーディションです。いや、無惨、いや、いい、いい、無惨様いいよ。あの最終形態化する前の無惨さんは好きだけど、あの最終形態の無惨さんは好きじゃないです。ニャちゃんでーす。あっぶなーい。カバンでした。リップありがとう。嫌だって何ですか。嫌だ、余計さんありがとう。無理し、いや腹詰まってないし。声変わったらセンスじゃないですか。普通に違うんですか。家に無理だよ。ダメに。そうだよ。何センスの喋り方してとか言って喋ったら、センスのなんかその喋り方はみたいな。おもろいよ。あるよね、ギフト。お茶ありがとう。サンダーアイスありがとう。さやちゃん、私です。いや、確かにな。確かにな。え、言ってんの。中身にギャル、いやいやいや、中ちゃちゃちゃ。天真爛漫なだけ。うん、ギャルとかじゃなくて。初音ありがとう。先生っぽいですか。聞こえね。聞こえね。話し方がセンスだと感じたのはオーディションの配信で、あれ初回だけですか。書き中してる。ちょっとそれは嫌ですね。イエーイ。一瞬で声戻ってとかやめた。風呂敷ありがとう。なんで星になるの。なんでだろうね。お花の蓮から毎回言うに見てる。あ、本当に。全然、いやさ、他の人の蓮あんま見ないんだよね。ちょっと見るわ。三部って見えちゃうと隣のね、多分そう、うん、そうそうです。リッパありがとう。待って、そのさ、みゆちゃんレーン並んでるの、いやめっちゃ顔見してたよ隣で。うわ、みゆちゃん始めてるやんと思って、でなんかめっちゃ可愛いって言ってると思って顔見してました。せいさんもモノマネじゃないんだよ。モノマネじゃない。すごいよね本当に。髪いつ切りました。いつだろう。4月かな。4月の末ぐらい。リップありがとう。違うよ。結局私はどんなユアニャンも大好きよ。清楚では発着平素でも発着清楚でもはっちゃけてても何でも、うわー嬉しいな本当に。名刺お渡し会で出会えたことが嬉しすぎるね。もうありがとうね。ゆあハマってくれて本当に。でもゆあもね、名刺お渡し会でやばこの子可愛いって思って、そう巨大赤ちゃんのやつと、あの鬼化したやつ、鬼化の、もともと鬼だけど、はたありがとう。あのさ、なんかどこが顔かわからないやつ。まつげ柔らかい。え、6月に来るの。マジで、マジで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 。で6月22日会場来て、見つけたいな。席どこなんだろう。うん、顔かゆい、あの、まあ、顔かゆい原因は扇風機で髪の毛がこうやってくるので。すごいな。そう、ここ見ね、どうなんだろう、どうなるんだろうね。ギャル顔しないと思うけどな。オーディションの頃がめっちゃギャルだった。
ゆちゃんレインからゆねさんすごどういうすごかったですかそれ。始めてるよね。周り見ます、見ようと思いますこれから。周りの面ね大体見ない人なんですけどね。すんな。え、日曜日当たってたよね。びっくりした。びっくりしたよ。隣の面は行けないですか。行かない行かないですね。ゆねちゃん始めてるやんって。月食じゃないですか。冷やし中華始めました。SK の握手会って結構隣もろ見えだもんね。全然見えるから。え、 SK 以外は見えないの。一緒だったよね。お疲れ様でやす。セーラー服の女の子、あー、うん、いたいた。いやと同い年の子、ココミン推しだね。リモスありがとう。リモスありがとう。てか今日もチャラポンまる詐欺やね。いや別にいいよ言わなくても。え、そうなの。ピアノ無だったんですか。こんばんは。こんばんは。あなたもありがとう。そうそう、ココミンね、オーディションの頃めっちゃねギャルだった。お、当たったの？生誕祭。なんで今回、なので今回もそっちや、そっとじゃなかったけど、名前なんかピースしてきたけどね。お見送りでアピールしたら分かる。え、分かるよ。絶対分かる。え、じゃあ、あの、四角作ってこれ。アイコン、じゃアバターなんかさ、四角のやつじゃん。だから、四角作って。私が四角ですって。ほら、ありがとう。今日も可愛い。ありがとう。行かないですね。行かない予定だったけど、6月の愛知飛ぼうか。え、来てくれるの？ユアの握手会。中華炒めました。ピアノ始めましたでしょ。リップありがとう。昔隣のレーン行ってたら推しにブチギレ。ブチギレ。え、そうなんだ。見えなかったんだ。いい、ありがとう。髪の毛綺麗。ホリホリ。え、そうなんだ。あるんだ。 SK 以外見たことないからさ、おもろいとは思ってる。うん、思ってるならいいけど。あー、なんであんな長いの SK いってる。なんかめっちゃ長くない？ごめん。孫文民？あ、楓さんのなのこれ。しかしその時の状況を覚えてるのにユアに合わせ、え、そう、もう映像記憶。あ、ココハがよく言うやつなんですけど、これココハ映像記憶得意だからとか言って、だから映像記憶嫌もしてます。アイコンさっき言ってたパンダ帽子にした。あ、この帽子なんだね。じゃあもうこの帽子をかぶっているならもうわかるよね全体。私はいつも公園のお見送りでメッセージプラカード、え、ほんと？メッセージプラカードってさ、なんか今日もよかったみたいなやつかな。狂犬。え、ビンゴ懐かしい。 B-I-N-G-O B-I-N-G くんのおせえって言われたの。え、待って、もともと誰推しなの。誰推しなんですか、もともと。ユアにゃんタン推しだから今回はみゆちゃんが、あ、本当に。ユアちゃんタン推しだから我慢してくれるんですか。まあ次のね、まあ今回のシングルはねって感じ。つい最近の話だけど、隣のレーンいたよねって詰められた経験あるんだ。やっぱみんなあるんだ。行くとしてもここはメインですよ。まあそりゃね、うんうん、ヤニャンも取ってくる。いや、いいよ、ヤニャンも取ってくれるのは嬉しい。え、ここはちゃん記憶力でね、いいよ。すごい折り返し。ヤニャンは記憶力良すぎ。いや、そんなことない、そんなことないよ。
はじめましての握手の推奨枚、推薦、推奨枚数は、まあ、大体、みんな5枚とかかな。はじめましては。うん。うわ、総選挙の次の日の握手会だとかあるんだ。クマありがとう。メットライフドーム？どこそれ？初めて聞いた。え、もう私？いや、絶対来てない。来てたら覚えてるはず。あ、ポストしてくれたの。後で見るね。ありがとう。劇場で岩さん見てね。本当に見てほしいよ。この帽子してから公園で、ココハには秒で見つかって。お、すごっ。いや、見つけよう。おしめの隣のレーン行ってその後白い目で見られるけど、そういうのいいっす。強いな。そういうのいいっすって。隣のレーンからいつも挨拶してくれたけど、ある日喧嘩って言ったら、今日は正面から来てくれたのねって言われたの。わ、いいね、そのエピソードね。いいよね、みんな記憶力。そうなんだよね。はじめましてが5枚、2枚です、すいません。いや、いいんだよ、これから増えればいいんだよ。え、嬉しい。え、6月に当たったの？おめでとう。おめでとうすぎる。マジで？マジで？わ、さきさんか。そりゃね、推しになっちゃうよねって。埼玉県から来ました。どこ？名古屋ドームしか知らないですね、私。名古屋ドームと東京ドームしか知らないですね。推しじゃない菅原さんに隣のレーンにいたよねって謎に詰まれる。え、てか推しじゃない、推しじゃないんですか。え、名刺？うっそ、マジ？ごめん、本当？やば、その時はご存知してなかったかも。寒いんだ。え、過剰書きで送る。31分、もういつ終わろうかな。まあでもファンの人、あのね、本当になんかテストとかは本当に悪いのね、記憶力だけど、あのファンの人はめっちゃ覚えれる自信ある。うん、よく覚えてるんだって言われる。ほんとありがとう。まあ覚えてない時もあるんだけどね。15枚設定はあれですよ、あのまあベテランみたいな、ベテランさんみたいな。さっきはどうもの挨拶あったあった。はじめましては3枚しか撮ってなかったけど、足りないってこと？え、そうだよ、足りないよ、3枚じゃ。風が気持ちいいの。そんなこともない。京セラドーム？え、知らないんだけど、どうしよう。終わらなくてもいいよ。みんな、そう、みんなよく言ってくれるよ。予備団楽しみ。そうね、確かに。まあ逆に、名前になるからアイコン、まあアイコン見るけど。にゃんにゃん記憶力いいやろ、だいぶ覚えてくれてるやんみんなの。え、嬉しい、そうやって言ってくれるの嬉しい。無個性オタクなのに認知早くてびっくり。いやいやいや、無個性じゃないから、全然無個性の人なんていないんですから。もう人間は絶滅危惧種なんで、一人一人が。同じ人はいないので、同じ人がいたらもうそれはトッペルゲンガーです。風ビュービューなんだ。ヤンヤン記憶力良さすぎる。いや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 、5枚じゃダメ。そうですね、ハートありがとう。私はいや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 、何を言っているんですか。覚え、でも結構覚えられてるでしょ、いろんな12期推しやん。12期推し最強にしたらちょっとやばいですね。あ、30だよ。うん、30の人は30。30の人は30。え、本当になんとかドーム系知らないんですよ、本当に。大阪なんだ。この今シングルは前会場13、え、ま、13も買ってくれてるんだ。
でも確かにいっぱい来てくれるよね。やば、毎会場。え、じゃあツーショットも、ツーショットも13来ますか。どうやって覚えれるか。でも特に別にしてないけど、優しいからいいわ。ありがとう、やさやさ。読むと見てる方も覚える。あー確かに確かにね。一枚の予定でしたか。いやいやいや、ちょっとまあ、最低3枚いこう。3枚いこう。1枚は7秒なんだよね。え、そうなんだよね、何枚撮っても話足りない。そう、本当にそう。もっと通って買って、通ったら俺も覚えてもらえるかな。え、もう名前と顔は一致してるけど好きな食べ物とか誕生日とかは理解してないので、いっぱい通ってもらえると。うれぴよです。5枚以上いるか。おい、本当に嬉しい。いやー圧かけていきます。え、ポカリ配ってたの、すごー。こうやって1回あたりの枚数増えていくの本当にやばす。いろんな意味で。何ですか、いろんな意味で。嘘です。お、やった、嬉しい。おいらの名前、それ、サイレンも1回だけでも名前につければいいよ、返してあげるよ。おやすみー、おやすみだよって。あ、さっき話してた、さっき話してたよえ、名札つけてたね、確かに。通称13鬼。え、違う違う違う、あの岩限定ね。その初めまして5枚は岩限定だから、他の子はまた違うルール、独自ルールがあると思うんで。マジ毎会場 40-50? すごいね、本当にすごい、すごいなね、すごいね。ニヤニヤに来てくれてるよね。デッキやば、カード対戦する。ごめん、いやいやいや、ま、いやいやいや、優しくな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 いですよ。今のサイリウムをつければいいんだから。そうね、そうそうそう、2周年らしいね。確かにね。ラブレーターありがとう。グループトーク以来会えてないから握手しに。え、嬉しい。岩さん、もう忘れられちゃったかなとか思ってたけど、嬉しい。行きたいって言ってくれてる。やったー。誕生日前日にワニャンに知られてるっていう変わったタンプレもらえて。え、待って、明日誕生日なの。おめでとうすぎる。それはちょっと前夜祭、誕生日前夜祭、この方はパンダの帽子かぶってますショールームのアバターラスカルです。おめでとうございます。イエーイさっき、違う、さっき名前さ、それじゃなかったくないって。そうそうそう、いや、ゆきのちゃんのことを話してた。あの、なんだっけ、名刺か、名刺を渡し会の時に、あの学校の制服で来てたよねみたいなのを、あのファンの方と話してまして、今ショールームであ、そう、セーラー服、違う、セーラー服だっけ、なんか制服で来てる子いたよねみたいな。ああ、ゆきのちゃんねって、ゆきねちゃんねとは言ってないけど。まあ、え、サブウェイ行った。何食べたの。メニューもうハマった、めっちゃたまハマりました。こんばんは。え、わかる、本当にそう、顔覚えられちゃうと名前呼ばれないから。本当にそう、ごめんね、逆にね逆にそうなんだよね。いや、なんかすごい覚えちゃうと名前を呼べなくなっちゃう、なんか名前呼べなくなっちゃう。僕も県いっぱい来てください、いっぱいいっぱい。少しお花の分、岩にゃんに回す。え、回してくれるの、逆に回してくれるんですか。え、ね、
そうそうそう、あのね、この方、この方ね、初めましてだったけど4、5前でしたね。いつもありがとう。にゃんが増えるとさ自然と他も増えるやん。するとさいや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 、一緒にすればいいんですよ、一緒に。初握手の時買いすぎたって思ったけど全然足りなかったから。え、そうだよね、そうだよ。え、嬉しい、忘れてない、嬉しい。そうだよね、バイト、あ、大学もあるもんね。そうだよね、まあ、大事だからね。おめでとうございます。悩みました、ありがとう。連番したんだ、前夜祭おめしれっと。まあ基本壇上とタワーしか読まないです私、名前。100すごいな。30は優しいと思えるレベルも考え、いやおかしいよそれ。ブレザーか、セーラーじゃなかったか、ブレザーか。まあまあ、サラダチキン美味しいよね。いやでもさ最近サブ行けてないのね。そうだから今何食べたいかな。でもローストビーフ食べたいかな。照り焼きもいいけど、まあまあ。パン何にしたの、パン。たまに名前呼ばれん、え、いや言ってるよね多分。嬉しい。嬉しい、イエーイ。あざとか法とかしか呼ばれてくる。いやいやいや、そんなことないよ、そんなことないよ。でもさ自分がダメ人間ですとか自己紹介するじゃん。はたりがた、そのうちなってくると多いとか名前言われ、そうなの。連番っていうか前にいたい。それで連番になってんのおもろ。じゃあもう認知してるんだね2人とも。リップありがとうね、雨と風やばかったよね。リップ流れ星ありがとう。顔覚え、いや若干覚えてる、若干覚えてる。あのさ茶色と白の服着てるイメージなんだよね、長袖のニットみたいな。そうあれ着てるイメージ、違かったらごめん。2枚以上は他メンバーは買わないって決めてたけど、前回ユアニャンに3枚買ってるからもうすでに崩れ、え、嬉しい、ユアで崩れたんだね、イエーイ。壇上のハードルがまた上がった、そんなことないよ。餃子やって、餃子とか久しく食べてない、言ってるよね、うんうんうん。昼ご飯に迷って、そう迷ったらサブへ、本当にダメ。いや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 、自分で言ってたから、自分で言ってたから。しかもユアはダメ人間じゃないと思うよって言いました。たまに呼んでくれるくらいがドキッとしてるし、確かに。いやたまに呼ぶ戦法でいきます。ココハいっぱい取ったけど足りなかったのが、え、そうだよ、足りないんだよみんな。すごいな全人って。え、初日か、来てたよね。そうだそうだ、ココミンとお揃いだ、そうそうそう。記憶力天才、いやそんなことないよ本当に。たまに呼んで、え、もちろん呼びます。じゃあ次呼びます、次ツーショット会で、あ、ツーショット会じゃないか、次愛知か22か。そのうちニキって誰か言う。確かに X の名前、そうだよね。そう風マシマシだった。会えるまで1ヶ月切った、楽しみね、やっとね。だってさオーディションから初対面ってことでしょ、すごくない普通に。メガネ明石会最近行ってない、え、そうなの、来てよ岩で、岩で来てよ。千葉もサブウェイあって食べそう。やば、サブウェイとはどこ発信なんだろうね、あ、アメリカか。名前よとか呼ばれたらハート増えちゃいそうなのに、いや初期呼んでたけどな岩。じゃあもう一回呼ぶね、もう一回連呼するよ、そしたらハート増えますか。まあまあ、お見送りで呼んでもらえる日は夢見て、え、そうなんか、え、そうなんだよね、なんかさお見送りでさ名前言いたいのね、いやみんな本当に言いたいんだけど、なんか
その名前より来てくれたことが嬉しすぎて、え、見えたよとか来てくれたのとかがとっさに出ちゃうから、その名前が言えないんだよね逆に。だから頑張るね。まあ、初見なの？あーにょーん。まあ、あ、そうなんだ。ショールームで挨拶してから握手のパターン。え、緊張しない、しない、しない、しない。知り合い連れて行くと代わりの挨拶も行かないと、だからそこで釣られないようにしないと。知り合いで代わりに挨拶。あー確かに、いやダメだよ釣られたら。うん、気に入らんよ。じゃあ、あれはね、あれはね、お疲れ様、全部止めました。でも止めても熱い。こちらこそありがとう。通称取ってる時点で3枚だから、もはやその理論崩れてるわ。かきれなともっといっぱい、かきれなもっといっぱい勝ってるから。あ、そっか、かきれな、そうじゃん、かきれなも言ってるじゃん。自分はこの名前かギャル王かチャラムキムキ。そうだね。いっぱいあるね、名付けたね私。東京も台風クラスの風でしたが、一番ひどい時は避けて帰れた。え、風やばいよね。もやし、え、餃子ともやし食べるの。幕張でラストお互い名前呼んで大好き言い合ったの楽しかった。今日配信見れてよかった、ありがとうね。懐かしい、もう懐かしいよね。もういい、いい思い出って言われ、なんか二人だけの空間みたいな。ありがとうね、来てくれて。確かにわーって言ってるうちに終わる。え、でしょ、じゃあ早いんだよお見送り。もっと喋りたいのに、いわば。そう、喋れないんだよね。え、リアクションしてくれるだけ嬉しい。そんなこと言ってくれるの。こうやお見送りがいっちゃん気に。え、そんなに。そんなに。え、愛すぎるとロスすぎて体調崩す。かわいいねそれ。なんかかわいいね、ピュアだね。ピュアさんですね、ピュアさん。やば、39度出たの。ゆうちゃん、いちずーちゃんですか。あ、あんずさんじゃなくて。間違えられた私。やめてーそれ、やめてーそれ。言って、こちらも名前呼んでないからな、にゃんとして。確かにね、確かにね。この前のがプレッシャー。あ、全然全然なんもだよ。最強、最嫌ですね。本命、え、本命嬉しい。なんか本命逆に嫌な人もいるからさ。そうそうそう、早いんだよね。お見送りがメインイベント。すごいな。いや、もうちょっと言えるように頑張る。冷やしてください。見送り、次は名前叫ばれる。え、じゃあいや、ちょっと黙っとくわ、次。感想聞くわ、ちゃんとどうでしたかって。いつも J 列だから見送りの時メンバーが疲れてるのが伝わる。あー、お見送りの時、いやは何もこうやって。ホゴミンにもカキレナにもユアニャ推しじゃん。いや、めっちゃいいじゃん、ユアニャ推しじゃん、もうそれは。あー確かに、ゆっくり、確かに調節が大事なんだね。みんなの紹介の仕方が癖強くて、どこに行ってもチャラい人。え、そうなの。え、でもな、確かにな。なんか最初初めて公演でさ、ユアの、あの前列でさ、ユアのサイリウム振ってくれた時に、なんかおって思った。おって思った。いや、覚えてるからね、その公演でユアのサイリウム振ってた時。そう、チャラムキムキってつけた。そうだよね、わかる、見えたよって言いたくなるもん、本当に見えてるから。確かにお見送りってね、ちゃんと会話できないよね。なんか聞こえないしね、緊張するんだ。確かに後ろの人に申し訳ない。一回あったな、岩押し連番で、あの最初のいいなと話しすぎて、あ、逆、うん、そう、話しすぎて次の人ユアと喋ってないみたいな。そろそろユアニャンもかきれなもおしまいに。おおお
お。いいですね。え、そうなの？なんで離れたの？これは。幕張で履いてた靴はバブルス。あ、ローファーじゃない方？え、あれどこで買ったんだろう。でもね、パルコ、パルコかめ、あのパルコかパッセか忘れたけど、どっちかの何階だっけな、なんか、パルコか、パルコのお店で買った靴。でももうね、4年ぐらい使ってるね。そう、靴だから可愛い厚底をね、そろそろ買おうかなと思ってんだけど。でもね、なんかね、あれ4年履いてるのに全然ね汚れてなくて、すごくない？僕も本命で、え、待って、いや本命知らないんだけど、今度言ってよ、僕の本命はこれですって。へえ、緊張するんだ見送り。お見送りの影遠く帰ったか、緊張しなくなってた自分に踊る。え、すごっ、逆にありがとう、バイバーイ。あ、そうなんだ、お見送りか、そっか、謝るの癖なんだよね。ゆあにゃ推し、え、めっちゃゆあにゃ推しだよ、めっちゃゆあにゃ推しだよ、マジ。これからも推しでいてね。ゆあにゃんガチ恋だもんね。嬉しい、みんなゆあにゃんの人ねって言ってくれるの、やば、いいね、ゆあにゃんの人っていう。なれないんだよそんなに。緊張する。言ったね、名前、初音ありがとう、ピアムフルチャンス僕にください。え、本当にね、会いたいよね。鑑賞観察、いやいや、ちゃんと聞く、ちゃんと聞くから任せて、ちゃんとこうやって耳を大きくして聞くので。おって、その後が気になくれる。いや聞かなくていいよ別に。すいません、すいませんでした、関係なかった。本人出た。お見送りハイタッチね、やりたいよね。見えたよとか言われたら緊張するから隠れ、なんで。なんで12期みんないいよね。そうなんだよ、本当にみんないい。何、推しいない、待って、読み男女、あ、間違えた、本名って、本名って言ってた、本名ですね。ハイタッチいいね、初音ありがとう、初見さんこんばんは。本名は照れるからやめてほしい、言われちゃうし。え、知らない、本名、本名、あ、間違えた、本名か、本名じゃなくて本名か、こんばんは、初音ありがとう。ニャニャの人だって、でもあれしょ、ココミンの人でしょ。ニャニャの人。アクションメイク、何それ、本当強く見える、いいわ。あ、アンズさんの人、ユアの認識はココハの人でしたね。本名で活動、本名で活動してる家、本名を呼ばれてドキッとき、確かに。確かに。もはや12期単押しなら単押しとして、いや、まあ、いや聞かなくていいよ別に、別に聞かなくていい、初もありがとう。さあ、夢男女集めまーす。ニャニャは見送りもトーク会も緊張しないから話しやすい、あ、本当に。でも確かに、あの緊張してる素振りは一回も見たことないね、岩。まあなぜか岩にハマってるっていうね。僕は何の人だ、いや岩にゃんの人ですね、岩にゃんの人でお願いします。まあアンズさんだけど岩の人でお願いします。流れ星ありがとう。あ、コンサートもお見送りあるんだ。どこがデカ箱なのかな。いや知ってるよ、弓男女集めるものですよ。ニャニャガチで適当に言っては話せるから、いやそれな、いや逆にニャも適当に言ってると思う。大使ですか、
まるまるの人かもしれない。俺はどこの人、え、もともと誰推しだっけ。まあでもオーディションからユアのことを推してるならユアの人ですよね。外国人は本名を書いたら読めないだろうから。あー確かに。え、この名前はさ本名なの、本名なの。読みなじょう名前の由来を聞かれたけど、名前を呼ぶための手段。いや、いや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 っていうか、まあ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 先生ユアニアに会ってめっちゃ、え、本当に緊張してんの緊張してるの。確信ついてないよ別におはらんとこの、本当。じゃあユアのとこ、最近ユアにお気になってる人っていう。自分は誰の中に、いやいやもうそれはさもう一択やん。ごめんごめん。確かにコンサートって楽しいよね。イエーイ、ユアニャンのところの人になってくれた12期でユアの、あ、12期、その前詞なんていうの、そこ前大詞みたいな、そそこ大事。12期ではユアの人、12期ではユアの人。緊張しないね、してなさそう。ギャリアンは緊張してない。なんでなんでですか。やば、ファンの人の本命なにそのゲーム。怖い顔してないよ、かわいいかわいい顔してます。理解してます、感謝してください。はい、読み断じをします。それ名前呼べるからね。13歳の方、イアちゃんが一番可愛いクライフさん、イエーイ。10位の方、これユアちゃん清掃ですねの、板の上栄さんちょっとイントネーションわかんない、え、名前呼びってイントネーションわかんないね。坂の上栄さん、坂の上栄さん、ちょっとわかんないけど。11位の方、いや、カムリオちゃん可愛い、ユアニャン気になる、好き、今ここ、お認めてくれた、ユア好きっていうの。マー君さん、マー君さん、いや、マー君です。さん付けしない方がいいのかな。10位の方、七羊、ピアムの羊、はい、ピアムの羊ことタロタンです。9位の方、え、待って、ユアの生誕祭のさ、え、今更ながら、そういうこと買ってくれたの、嬉しいの、カジャラーメンさん、え、3つけた方がいい、みんな8位の方、12期の清楚系ギャル、清楚系ですね、担当ユアニャンシカこと陽介チャムスです7位の方、え、違う、その写真はさ送ろうと思ってたんだよみんなにそれ送ろうとしてたと、ことスズポン6位の方、え、このユア漏れてるやん、ユアねえことネオジーです。5位、ユーネさんのアバターことノリタカです。あぶね、サンティーソー。4位の方、ユアが描いた青い袋ことライコーです。3位の方、ユアニャンコンプリートアイコンバージョン猫ことジグザグです。2位の方、ゆあちゃん合格キス歌舞伎こと小判消防心にもボタンです。1位の方、あんずさんのアバターことこうちゃんあんず神推しラブです。こうちゃんだけでいいかなぎこちない、いや照れるよ名前呼び照れるじゃ、いや名前呼べないんだもん、ちょっと名前呼びやめようかな名前呼びの前じゃないですね、ちょっと。イエーイ。え、確かに結局24時までやっちゃったね。ありがとうございました。あ、全部読んじゃった。確かに全部読んじゃった。じゃ、略すわ、これから。これから略すね、みんなの名前。そう、慣れだよね。本当にひらがなにしてくれる、ありがとうございました。本当にドキドキした
新鮮ですね。新鮮読み談でした。ありがとうございました。まあ確かにオンラインサイン会確かに読んだけどね。ありがとう、ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ、また配信来てね。バイバーイ。ありがとう、頑張るね。そう、明日あの歌唱力なので皆様、まあどんな結果でも頑張ったので私は。バイバイ、まったねー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 。